東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏、35伊藤美馬23が12日放送のテレビ東京オリンピック伝説の試合本人と見直したら新発見パリへ大総公会 SP に出演日本卓球史上初の金メダルを獲得した歴史的な激闘を振り返った水野野野伊藤の美馬淳 ペアは東京五輪卓球混合ダブルス決勝で中国の巨金、巨金、劉子分、劉子分、グミと対戦。伊藤は試合中に巨金が得点後に人差し指を掲げるポーズが目についたといい、動画で日本の男子がやられてるのを見たことがあったけど、実際にやられたことはないから。いざ目の当たりにするとマジウゼってと、闘争心に火がついたことを明かした。 金メダルをかけた第一番でも強気の姿勢を貫いた伊藤に対し、水谷氏は当時の映像を見ながら、ビビりすぎて手が触れてないと回想。伊藤に、緊張したら何も喋らなくなるよねと指摘されていた。